僕が録画を切ってちょっと休憩している間に、ふみさんが川をコマンドで凍らせました。今までの手作業は何だったんだ？あ、そうか。ゆきさんがスプラトゥーンとか言って、砂漠をピンクにしたんだった。それと同じコマンドを使って水を氷に置き換えたのか。砂漠のボートレース会場ができました。ボートで氷の上を高速移動できるのですが、一度もやったことなかったんですよ。やばいこれよー。今いるメンバーは、TA さん以外は揃っているのか。TA さんがこの光景を見たらどう思うのだろう。なんかマグマの豆腐みたいなのがあるなぁ。ちょっと遊びに行ってみるか。危険なものには好奇心をそそられる。ボートに乗ってマグマに落ちたらどうなるんだ？マグマの海を移動できたりしないかなぁ？まあ、結果は見えていますがやってみましょう。ですよねー。ボートは燃えて一瞬でなくなりました。なぜか赤羽さんがボートマグマダイブに興味を持つ。彼も燃え盛る海を公開したいらしい。ヤジ馬のアッキさんもやってきました。あ、君も乗るのね。行ってらっしゃい。あ、死んだ。行ってしまわれた。追悼のコメントをしておきました。いいやつだったよ。一方アッキさんはもう一回やりたいらしい。あ、あの世から帰ってきましたか。そしてリベンジをしたいのか。もう一度マグマダイブするようです。行ってらっしゃい。今度は死ななかった。前回の失敗を反省して生かすのは大事なことです。まあ、ボート遊びはもういいだろう。あ、死んだ。不公平なのは良くないから、アッキさんにも追悼のコメントを送っておきました。喜んでくれたようです。よかったよかった。さて、何か作りますか。何でもいい。何か作れば流れが変わる。おい、その手に持っているものは何だ。僕の作品を制作中に爆破するなよ。まあ、ふみさんは改造することはあっても、壊すことはしないからな。いや、裏では人の作品を壊して、事故ということにしておいて。いや、友達を疑うのはやめよう。僕が他人を疑い出したら、逆に僕が疑われることにもなるだろう。そうなると僕も悪いことができなくなる。現在このサーバーでは、エンドラを使った地面の掘削がブームになっているようです。あっちこっちにエンドラが召喚され、そして地面に叩き落とされていきます。そんなにたくさん穴を掘ってどうするんですかね。うるせえ。っておいおい、エンドラ飛んでんじゃん。こっち来んな、僕のオブジェに体当たりするなよ。攻撃力上げ上げなユキさんが一撃で倒してくれました。ってさっきからうるせえ。また飛んでるぞ。エンドラの管理がしっかりなされてないじゃないか。とにかくこっちに来させないよう叩くか。あ、TA さんが戻ってきた。エンドラは無事ユキさんが墜落させました。さて、TA さんはこの光景を見てどう反応する？うるせえ。まあ、そうなるわな。僕らのやっていることってサバ嵐に近いからな。もうね、めちゃくちゃですよ。これ真ん中に B コン置いたらかっこよくなりそうだな。最後のブロックは鉄だし、B コン作動させられるぞ。最後は紫のガラスで装飾するか。よし。これで完成だ。用途は不明な四角い何かを作ってみました。とりあえずここに置いておきます。使いたい人は自由に使ってください。本当に久しぶりですなぁ。全員が同じサーバーに集まるのは、さて、せっかく集まったんだから何か楽しいことしたいですねー。
何をしましょうかねー。事前の打ち合わせとか一切ないので、メンバー全員がノープランです。何か思いつくまでピラミッドに生首を置いて暇つぶししよう。そういえばそうだった。初めてサーバーに全員が集まったら、記念撮影をするんだった。早くみんなのところへ戻ろう。思い出作りは大切でございますよ。どこかいい撮影スポットないかな。正直いい写真が撮れそうな場所がないな。TA さんは冷静にこの状況を受け入れたようです。よかったよかった。最初の家がいいということで、みんな家に集まっていきます。家の中ではすでに戦いが始まっていました。記念撮影の準備体操でしょうか。みんな気合が入っています。ってこの矢はどこから飛んできてるんだ？まあいいか。それでは皆さん撮影の準備を。ウサギが、なんか写真撮影会場が戦場になってしまった。これはもう写真どころじゃないな。敵を殲滅させて、一刻も早く平和を取り戻さねば。アッシさんが死んだ。お前が最後だ。覚悟、フミさんが死んだ。フミさんがユキさんに殺されちゃったよ。そうか。どっちもピンクだから間違えちゃったのかな。立て続けに事件が起きてしまった。ウサギとアッキさんとフミさんが死んでしまうという、撮影場所を変えましょう。あのマグマ豆腐にみんなで入って撮影しましょう。ウサギは、後でなんとかしましょう。はいはい、みんな集まってください。ちゃんと全員が画面に収まるようにね。エンドラはメンバーじゃないだろ。写真に入れなくてもいいでしょうが。ユキさんが入ってなかった。なんかごめん。この写真で許して。今日だけで本体のエンドラが犠牲になったのだろう。まあ、エンドラを簡単に召喚できるコマンドがあるのが悪い。多分僕らに責任はない。なんかあそこに怪しい人がいるな。どこかであのサングラスとマスクを見たことがある気がする。そして何かが始まってしまったようですね。その顔を大量に用意して何をするつもりなんです？僕の顔がどんどんマグマに落ちていきます。またみんなで集合写真を撮ることになりました。本物は少し頭が小さいです。悪趣味な仮面舞踏会である。あと一つ言わせていただきますとね、レッドストーンの知識を悪用するのは良くないと思います。僕ですか？いやいや、僕はレッドストーン回路を悪用したことなんて、一度もありませんよ。紳士ですから。さて、僕らはこのワールドの神みたいなもんだ。神の力で好きなことをすることができる。我が頭を生贄にし、神秘の力で魂を。お帰り。名札で名前をつけてあげようね。外で何が起きているんだ。さてと、そろそろ僕も戻らないとね。彼らを放っておくと何が起こるかわからない。マシンをグレードアップしやがったな。僕の顔を量産しすぎだ。最終的には全員の顔をマグマに捨てるマシンになりました。ってなんでフミさんが引いてるんだよ。やり始めたの君だろ。せっかくみんなの顔があるんだから、それで何か面白いことできないかな？何かアイデアが出てきそうなんだが、あとちょっとで出てきそうなんだが、ってなんだこいつは、さっきから気持ち悪いぞ。衛星みたいに付きまとうのはやめれ。今まで自分勝手に何か作ってきたが、人のために何か作るということはしてこなかったな。うん？これはマルチじゃないとできないネタだな。早速みんなにこのネタを話してみよう。そして生まれたのがこの顔ガチャである。ドロッパーの中にメンバーの顔が入っている。ボタンを押すと顔がランダムに出てくるぞ。これをくじ引きとして使ってだな。最後まで視聴してくれただと、ありがてえ、ありがてえ。今回登場したメンバーのチャンネルは僕のチャンネルから直接行けるぞ。暇つぶしに立ち寄ってみるといいかもよ。